やれやれ、どいつもこいつも。隠し事のできない日原と、隠し事ばかりの湯の木とはな、ずいぶん対照的な組み合わせだ。だが本質は似ていないこともない。なんだ、猫神様のお使いか。ダメだろ、校舎の中に入ってきちゃ。いや、まあ、なんていうのが、若者の特権だろ。暑苦しいのも熱血なのもさ、の。いやいや、俺なんて全然、もう年食ったからな。若い連中と同じようにやれないし、やる気もないさ。そういうもんだろ。いや、だからさ、若くないし、若い連中と同じことする気ないってのは、しょうがねえな。だいたい腕時計が通信機ってベタすぎるだろ。とりあえず湯の木かな。繋がらないか。陽気なやつ、何やってんだ。様子もおかしかったしな。こりゃ面倒なことになるか。ま、いっか。日原のやつはどうだ。金谷じゃなかった、コマンダー。おお、日原、ブラックホールの出現を確認したぞ。現場に急行せよ。てか、俺もう現場大苦戦中。ガーッガッ。おいおい、マジかよ。早すぎるだろ、お前さん。一人か。一人だよ。このままじゃやられちゃうって。日野ちゃんも他の連中も倒れて全然動かないんだ。ガー、みんながブラックホールに吸われちゃう。とにかく時間稼げ。いいな、日原。はいはい、分かってますよっと。じゃあちょっと行くか。いい年して全力疾走かよ。現場に着いた時にはくたばっちまうぜ。だがしょうがないだろ。みんながブラックホールに吸われちゃう。そうそう、生徒の危機ってやつだ。倒れて全然動かないって日原のやつが言ってたじゃないか。その日原はブラックホール相手に苦戦してて。いいえ、特に何もありません。湯の木もあんな調子だしな。あっちか。もうとっくに引退したはずなのに、コマンダーなんて肩書きで戦場に戻ることになるとはな。なんてくだらないごまかしはやめとくか。理由なんて一つに決まってる。